ココイスト、ダイヤモンドマスターエデュケーターの寺島奈穂です。今日はスクイーズジェルを使用して夏らしいジェルのパーツデザインを作ります。ぜひ最後までご覧ください。それでは始めます。まずベースジェルにこちらの新商品プラチナフィラーベースを使用していきます。LED で20秒硬化していきます。次にベースカラージェルとして G281S ブルーピンクゴールドダストを塗っていきます。こちらは中にフレーク状のピンクのグリッターが入っていますので、塗るだけでとても可愛いジェルになっています。ココイストのブラシは少し毛足が長めになっていますので、こういった毛足の長いブラシを使ってふわっと塗っていただくととても発色がいいので、こちらのラウンド筆を使って塗っていきます。こちらを LED で20秒硬化していきます。こちらのカラージェルに関しては、あまり圧をかけすぎずにふわっと少し塗布量を多めに塗っていただいた方がとても綺麗に発色します。このように塗るだけで可愛いカラージェルになってます。二度塗りも LED20 秒硬化していきます。こちらの二度塗り硬化が終了しましたら、ウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェル、こちらで表面のコーティングをしていきます。とてもツヤツヤに仕上がるトップジェルになってます。では LED で30秒硬化していきます。こちらの G シリーズジェネラルラインは雑貨ですので、直接爪の上に塗らないように注意してください。こちら表面がトップコートで完全硬化しています。この上にパーツをデザインしていきます。まずパーツフレームとして、こちらのマーカーズラインノンワイプカラージェル、今日はブロンズを使用していきます。ノンワイプのカラージェルになっていますので、こちらをフレームとして作りたいパーツの形に描いていきます。とても粒子の細かいグリッターが綺麗なライナージェルになっています。こちらを LED で30秒硬化していきます。ではこちらのフレームの中にチューブタイプのスクイーズジェル、こちらを使ってパーツデザインを作っていきます。まず1番のクリア、2番のホワイト、こちらの2色を使っていきます。チューブタイプを絞り出すような感じでフレームの中にジェルを乗せていきます。続いてこちらの2番ホワイトも使っていきます。クリアの透明感とこちらのホワイトが加わることで、この後にのせるインクのカラーがとても発色良くなるので、こちらの2色を使って作っていきます。2色縛り出しましたので、こちらのライナー筆を使って形の調整をしていきます。このような感じでドーム型に作っていきます。少し高さと厚みも出していますので、こちらは60秒 LED で硬化していきます。次にこちらのブリーディングインクを使ってパーツの上にカラーをのせていきます。ブリーディングインクはストーンケースのようなパレットを使用していただくととても使いやすいです。今日はピンク、ブラウン、パープル、ブルー、こちらの4色を使用していきます。小さめなこちらの綺麗なコンテナ、こちらにクレンザーを少し入れていただいて、インクにポインテッドブラシ、こちらを使っていきますので、クレンザーでブラシを洗ったりしていきます。ではこちらのパーツにインクをのせていきたいと思います。クレンザーで乾いたインクを溶かしながら使うこともできます。まずパープル、次にブルーをのせます。
インクはクレンザーをブラシに含ませてペーパーで拭いて洗ってください。この後ブラウンをのせていきます。少しピンクは発色が強めに出ますので量の調節をしてください。カラーはお好みで少し量だったりとか濃さとかも調整ができますので、足したいカラーは重ねて置いていただくと濃くすることができます。このようにインクがのりました。あとはこちらのクレンザーでインクを少しずつぼかしていきます。こちらのぼかし方もお好みで好きなようにデザインを作ってみてください。また足りない場合は少しカラーを足していただいても構いません。このような形です。このようにインクが乾いてきますので、この後こちらのインクの部分をアートクリアで閉じ込めていきます。では LED で20秒硬化していきます。 LED20 秒が硬化が終わりましたら、またスクイーズジェルの1番クリアを使って夏らしいパーツを接着していきます。絞り出すタイプになりますので、ピンポイントでジェルをつけることができます。ではパーツをつけていきます。このようにスターフィッシュやシェルなど乗せていただくと夏らしくなります。ではパーツの硬化が終わりましたので、スクイージジェルのパーツ部分、それと必要によってこちら周りにつけたパーツ、こちらの周りもウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルを使ってコーティングをして仕上げていきます。こちらで LED30 秒完全硬化をして仕上げます。こちらで完成となります。スクイーズジェルで使ったパーツデザインは右のようにマットコートをしても質感が楽しめます。これからの季節にぜひ活躍させてください。ココイーストは全国に優秀なエデュケーターがたくさんおります。お近くのエデュケーターの先生、またはオンラインセミナーも開催しておりますので、ホームページのエデュケーターリスト、セミナーアカウントをご覧いただき、先生方にお問い合わせください。静岡県掛川市でセミナーをしておりますので、もしよろしければご連絡ください。最後までご覧いただきありがとうございました。ココイストダイヤモンドマスターエデュケーターの寺島奈穂でした。